朝日豊勝寺市。朝日豊勝寺市。朝日豊かかつ寺。1968年9月10日台は、愛知県春日市出身の元大相撲力士。大島部屋所属。本名は、市川大事。元関脇、羽黒山の向こう用指示は、阿年大事。身長190センチメートル、体重145キログラム。特異種は、左四つ、上手投げ。趣味は、 マリンスポーツ。俳優の松平健に似た顔立ちから、現役時代には、各界の暴れん坊将軍、各界の松健と呼ばれた。くしくも、松平健とは、同じ愛知県出身で、断髪式には、松平健本人も登場した。最高位は、東小結、1996年7月場所、11月場所、現、年寄りた津波。中学時代は、 水泳部に所属し大会でも入賞するなど活躍した。高校に進学しても水泳を続けたが、高校卒業と同時に、父の知人だった元王関、朝被国というの王島部屋に入門。1987年3月場所に、初土俵を踏んだ。しかし、リウマチ熱や左足の故障に悩まされ二度も、番付外に陥落、一時期は廃業するつもりで実家に帰ってしまったことも、 あった。当時は、再出世の力士も出世披露を受けることになっていた。ことから、初土俵の時を含めて3回出世披露を受けた。以降は、着実に番付を上げていき入門から3年で、幕下に昇進したものの、体重が増えず、幕下と3段目を往復する生活が続いた。徐々に、体重も増え、幕下注意でも、成績を残せるようになり、1992年、 十一月場所には、西幕下十六枚目の地位で、幕下優勝を果たした。しかし、規定、十五枚目までの地位での幕下優勝者は、翌場所十両に、昇進により一枚違いで、場所後の十両昇進はならず、翌場所は、東幕下筆頭に留め置かれ、大負け。勝てば勝ち得となる八番相撲も組まれたにもかかわらず、結局二番しか勝てなかった。 数場所のままくしの一桁を一進一体した。この間、母親の勧めもあって、なお、大地からかつ寺しに改めている。その後、1993年9月場所には、東幕下四枚目の地位で、再び幕下優勝を果たし、翌、11月場所に十両に昇進。1995年3月場所には、新入幕を果たした。 左四つ得意で右上でを取ると力を発揮し、1996年三月場所では高野花から金星を挙げて九勝六敗で主勲賞。翌五月場所には新三役で小結びに昇進した。その場所には八勝七敗と勝ち越し、翌七月場所には関けに昇進してもおかしくはなかったが、西から東に回っただけで番付運に泣かされ昇進することはできなかった。 続く9月場所は、明けぼから金星を上げて九勝6敗で、関東賞。その後も幕内上位での相撲が続き、明けぼ太郎、高野花浩二から金星を獲得するなど、自力の高さを見せた。氷炭をぶら下げた化粧回しや、電飾を使った化粧回しを使用したことでも、知られている、後者に関しては、露法、白露山兄弟も使用。 1995年4月には、辰波はじめ門の総帥である辰波の長女と結婚し、養子縁組を結び婿子養子となり、辰波部屋の後継者となった。1999年2月には辰波が定年を迎えるため、余力を残しながら、1月場所中に引退した。順年より、朝日豊を経て2月に、年より、タツを襲名して辰波部屋を継承した。 ところが、部屋経営や指導方針の意見の違いから先代と対立するようになった。そして対立が表面化した時期は引退相撲の直後だった。引退相撲の利益を先代と妻に持ち逃げされるなどの問題が発生し、部屋を継承してから1年も経たずに、金銭管理面での対立等が原因となって、大の自宅ビルから移転、別居状態に陥ってしまった。そして、 女性問題の発覚で離婚及び養子、縁組解消の訴訟、先代からは、部屋の明け渡し及び年寄り名跡の襲名継承金、譲渡代金1億7500万円の支払いを求める訴訟を起こされた。最高裁までも連れ込み、結局完全勝訴したが、年寄り名跡の価値と対価の釣り合いが取れているかなどが問題になった。 一時は、関取が不在で低迷していた時期があったが、2006年1月場所には、毛ーが十両に昇進し、久しぶりに関取が誕生した。また、先代の長女との離婚後、2004年11月には、別の女性と再婚している。なお2003年、先代と対立して相撲界を去った元横綱、総白露の北尾幸治を部屋のアドバイザーに迎えている。 2007年に部屋を両国から茨城県つくば来市へと移転した。2011年、弟子のモロコローが大相撲屋を調問題に関与した責任で委員から主任へ降格、後に委員へ復帰。2012年4月1月の理事選で高野花工事に投票したことへの隕石を理由に一門からの離脱を申し入れ、高野花グループ、後に高野花一門へ合流した。 これに伴い、立浪はじめ門は、同年5月場所中に、臨時の一門会を開催し、処遇及び名称の変更を協議した結果、一門名を、かすがさん、伊勢ヶ浜組合とすることで意見がまとまった、同年11月に、伊勢ヶ浜一門再開消。2015年7月場所より、前月に死去した、同じ一門の19代をとさんの公認として、 勝負審判に再任されたが、翌9月場所直前の9月7日に、20代、音羽山が審判部に移動した関係で、立浪自身は5月初まで配属されていた観察委員に再度移動した。現在では体型がかなりスマートになっている。現役時代から女性のファンが多かったが、最近ではイケメン親方というあだ名がついている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。